こんにちは。こんにちは。こんにちは。この間あげた DLO の動画で阿部達さんを褒めてるなって判断した人に、その時の商品のライブカードをプレゼントという内容で、あの時ちょっと試合後でね、はい、お酒が入ってましたからね、ノリと勢いでわがまま言っちゃいました。すみません。いやいやいや、たくさんの応募がありました、コメント。俺ね、まだ見ないようにしてるのよ。俺もその動画のコメントに関しては、俺も怖くてまだあえて見てないの。サイドシュートで優勝した時に阿部達さんが商品でいただいた、北斗が如くのライブカード、裏に村松さんと、境橋理央さんのサインが入っているもののプレゼント企画ということで、僕がもう、阿部達さんに関するものだけを読んでいきますので、はいはい、まあ、それに関しては2人で話し合ってもらったりしながら、まあ、これをホワイトボードあるんでメモ代わりにしてちょっと最終的に決めていただこうかなと思っております。でもこれ照れるね、ちょっとね、今更だけど、ね、もう僕はやっぱもう逆に今まで少なすぎましたよね、コメントが。ちょっと照れるよね。じゃあ早速いきます。はい。デブって書いた人はもう速攻ダメだからね。豚はいいよ。豚はいいんすか。デブはダメ。じゃあデブって書いた人はもう今の時点で脱落と。そう、脱落。そういうことで、じゃあ一つ目が阿部達さん、クマさんみたいで可愛いです、応援してます。それ怪しいです。クマさんはどうですか。いや、豚の写真でもないですよ。クマさん、怪しい。まさかの変化球すぎて。クマさんだって可愛いじゃん。クマさんって可愛いの。プーさんだってクマですよ。いや、まあまあ、あいつ下半身出してんじゃん。クマは基本全裸だ、みんな。で、何より最後に応援してますって書いてます。あ、ちょっと応援します。それはいい。プラニ知らない。プラニなんで、何からのプラニ。プラニなんで5点。わからんわからん。元の3はどっから来た。プラノ、そういう使い方じゃないからね、これ。違うの、どういう使い方。使い方させてよ。いや、メモ、メモだからね、ただ。え、もう5ってこんなでかく書いちゃったの。では次、阿部達さんと菊池山内ペアの対決見たいです。自明がすごい。自明だね、確かに。遊戯王だったら、まあ、遊戯王だったら俺リベンジしたいから、ね、逆に遊戯王だったらもう勝負なんないっすよ。しかもあの時ちょっと、あの遊戯王の時まだ俺遠慮してたからさ、確かに。出会って間もなかったもんね。遊び出して間もなくだった。このノリじゃなかったよね、完全に。まあ遊び出して間もなくって感じでしたね、うん、確かに。でも去年の夏だよね、あのクーラー入れてくれたの覚えてるもん、はい、なんかせっかく来たからクーラー入れないけど入れろっつって入れてくれたじゃん、2人。あ、やった、やった、やった。夏だよ。阿部達兄さん来たのにクーラーつけないなんて頭おかしいみたいな感じで入れたい。で、5月ぐらいか、でもちょうど。あ、そうか、6月。ちょうど1年だ。うわー、10点。じゃあ次いきます。阿部達さんの髪型かっけーす。特に赤髪の時が好きでした。シャンクス時代。シャンクス時代。シャンクスではないよね。赤髪のアン。赤髪です。髪型かっけーす。いつの髪型なんだろうね。その赤髪の時がいいんでしょ。でも今はどうですか。いや、僕は今裏の方がなんかまずひげをね、ひげを剃らなきゃいけないから、これひげがめっちゃ良くて、ひげ伸ばしたいんですよ。思ったよりなんかこうちゃんと、なんか違う、何もしてないんだよね。じゃあもう才能じゃないですか。何の才能。デザインひげの才能じゃないですか。今の髪型かっけーす。あ、でも嬉しいけどね。あ、もちろんクマさんも嬉しいけどね。可愛いって言われたから。じゃあ次いきます。阿部達さんのサインもお願いします。おお、15点。10点満点じゃなかったね。振り切りました。ロスターカードにね、かけたなと。カードに書くのロスターカードもあの証拠としてあれするんで。ちなみにこれ続いておりまして、菊池山口のお二人のサインも欲しいですと。マイナス5点。フリーターのサインって、まあ、確かに欲しがるもんではないよね。え、サイン持ってないの二人。持ってないっすよ。いや、作りなよ、逆に。アミクルさんに一回ふざけて、菊池山口のサインこれで、はい、良くないみたいなのもらったことありますけど、やっぱその後書く機会もない。欲しいですよね。いや、俺欲しい、俺欲しい。だって普通に、うん、なんか例えばカラオケでも何でもいいですけど、働いてるフリーターのサイン欲しいですか。そんなん言ったらさ、俺もダーツバーでフリーターやってるわけじゃん。いやいや、プレイヤーでプロで成績もある。いや、 YouTuber でフリーターがメイン。いいじゃん、最強のフリーター目指そう。最強のフリーター。働かないで金稼げるフリーター。不労所得。不労所得。最強のフリーター。いつも動画楽しみにしてます。2人の動画で7年ぶりにダーツを再開するきっかけになります。すげえ、ありがとうございます。プラス15点。プラス15点。これ阿部達さんの件じゃないんだけど。いや、でもちょっと嬉しかった。俺は7年ぶりでしょ。7年ぶりってすごいですね。だから歴で言うと俺と変わんないんじゃないの。俺がちょうど11年だから。ああ、同じぐらいかも。ってことは年も同じぐらいかもしれないですね。親近感。
親近感プラス20点このルールガバガバだぞこいつらガバガバだぞ気分やから気分インフレシステムだから一番最初のクマさんが菊池に一番最初に呼ばれたのが悪いんで菊池を嫌ってください。いやいやなんで俺のコメント一番最初呼ぶんだよ、まあ、どうしてもやっぱ一番最初の基準点になっちゃうからね。賞レースかよ。で1位ですからって言ってまだ1位ですからって言って毎度の下りだよ。じゃあ次いきます。はい、はい、遊戯王ダーツ面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ実はまあちゃんとあの時説明してないですけど遊戯王ダーツやろうよって言ったのが阿部達さんなんです。そうなんですよ実はね。つまり企画から全て今褒められてます。そういうこと？そういうことですね。企画力とダーツのうまさ、かっこよさ、すべてをこの。そこまで言ってなかったから。遊戯王ダーツ面白い、ね。ちょっと盛るな盛るな。そこまで言ってねえ。持ってましたよ。うん。で31点。分からん。だから。プラス28。次いきます。うん、はい。阿部達さんのグリップエモいっす。エモい、まあ、グリップがエモーショナルではある。確かにダーツは2点で持たなければいけないっていう概念をぶっ壊してますからねそうね、実は俺3点持ちだからね。添えてるだけじゃないですもんね、その最後の1点も落ちちゃうの分かんないよね。でも完全3点だな。でも中指の外すと持てないんです僕エモいって今若者言葉ですごいもう去年ぐらいが流行ってる言葉じゃないですか。そうなの。はい、そうです、そうです。どういう意味わーってんで。え、エモいってもっと昔の言葉じゃないの。いや、本当は多分もっと昔の言葉なんですけど、ね、死後かと思ってたよ。二便で来たって感じです。ファッションと一緒だ。その言葉を使って表現しているってことです。なるほど。で芸術点高いな。高いな。演技構成点が何点か分からん分からん。いや、じゃあその細分割は知らんのよ。次いきます。阿部達さんの優しい雰囲気に年下の2人も気に入って100点これまあ途中だったんだ優しい雰囲気にで100点も年下の2人も緊張せずに接せれてますね。確かに。その上ダーツも強いとはかっけえっす。おいいね。内面も結果もちょっとでもかっけえか。かっけえ。最後かわいいですだったらもうこの時点でもう動画終わりだったの。あ動画終わりだった惜しい。嬉しいね。この年になるとやっぱ内面褒められるとちょっと嬉しい、ね、嬉しいにやけちゃうよねちょっとねこの動画誰が見んの誰とけなんこれマジ大丈夫欲しかったよ。そうそう我々が求めていた。いいコメント、うん、ちょっと嬉しかったな。プラ2で37になるのかな。そしたらいや分かん知らん。その点数ルールがなんかインフレしていきもせずなんかちょうどなんかその辺で定まりだす5点のクマさんが損するだけそうですねじゃあ次いきます。はい、阿部達さんが浅田聖吾さんとの決勝かっこよくて何回も見てます、うん、決勝で勝つのを楽しみにしています。あ嬉しいけど負けた試合やん。いやそれはあの我々に言うやつだから強めに言えなかったでもまあその試合でかっこよかった。取り返すっていうまあそう取り返せないシステムなんですよ、やっぱり。いやいや、先行システムやから。先行システム。先行システムやから。あのセット取らんかったらダメよ。試合見てくれてるの嬉しいな。いや、でも、やっぱり僕はずっとイラブさんの試合って言ってますけど、いや、この間、ダーツバーで会ったお客さんで、阿部達さんの話になって、イラブさんとの北海道のあれは準々決勝ですかね。やっぱ最終レグのクリケットがやばいっていう話で40分ぐらい喋ってますこれマジです個人目出してもいいぐらいこれマジであったことなんで確かじゃあ次に行きます。男の中の男といえば阿部達さんだよな。憧れるわ。それちょっとプレゼント取りに行ってんなやめろそれプレゼント取りに行ってんな。やめろそれ漢字の漢と書いて男か。漢字の漢の。ああ、まあいいでしょういいんかい。さすが。うん、分かってますね。いますか。やっぱり阿部達さんに対してそういうことを文として残してくれるっていうのは僕は嬉しいこのポジションなんだ。崇拝者です。途中から分かんなくなってきた。崇拝してる人です。あ、でもちょっと嬉しいね。ではいきます。次、イエローお疲れ様でした。2人の試合のために朝から行くだなんていい人すぎる。内面を、はい、阿部達さんイコール赤髪の印象だったけど今の感じも落ち着いてて好き。おパーフェクト毎回楽しみにしてますということです。確かに嬉しい
これちょっと地味に。それいいですね。なんか、うん、なんか素朴な感じがすごくいいですね。そうそうそうですね。これは 38.5 になるのかな、これは。だから、その辺でちょうど定まってくる。やっぱ素朴加点あるから。実家のカレーぐらい嬉しいよ。嬉しい。今のちょっと嬉しかったね。じゃあ次いきます。はい、はい。阿部達さんは髪が赤かった時にパーフェクトで 2連続決勝まで行った時に知りました。フラット出たサイトシュートで、優勝とか、さすが和製ピーターライト、すごいとしか言えないです。実況もちゃんと聞いてると。そういうこと、まあ、和製ピーターライトとは確かに言われてましたね。全然俺それだから知らないんだよね。ズボンもピーターライトっぽくすればいいのにみたいな感じ。だ結局実況俺ら聞こえないから。まあそうですね。まあ、そうですね。だから言われて、だからベニテングだけもなんか言われてたよって言われて知って、あ、ベニティングだと言ってました。俺が知らないところで結構話が進んでる。話が進んでる。本人が置いてけぼりだった。そうそう、完全に置いてけぼりだった。次いきます。阿部達さんのサインがないので遠慮しときます。100点100点。いやいや何基準100点これ点数が全てじゃないですか。まあでもちょっとあれだな、はい、木を狙ってる感じがするな。いやいいじゃん、それでちょっと目指そうと。それぐらい欲しいってことでしょ、逆に。でもまあ確かに阿部達さんのサインがないからいらないっていうのは確かにポイント高い。でも次いきます。菊山漁師の動画を見るようになってからもやしの動画も楽しませていただいております。もやさん、阿部達さんとのブランコ、何か2人ともぬいぐるみみたいですねおこれからも楽しい動画待ってます。かわいいってことだね。かわいい。あ、じゃあ1000点。1000点急なインフレ。ドラゴンボールじゃん。しかも、もやさんもね。まあ確かに。でも嬉しいよね、そうやって動画のつながりで、うん、もやさんもめちゃくちゃいい人なんですよね。で、アニメの話で2人で盛り上がって2人を置いてけぼりにするっていう。いや、まあ、それはでも僕らが知らなかった。知らなかった僕らが悪いんです。そうです。じゃあ次いきます。阿部達さん、優勝おめでとうございます。高円寺の某ダーツバーで話しかけた時に投げていただいた、ありがとうございます。おーダーツが、全然下手くそな僕にも優しく接していただいて、おーマッチしていただいた時はかっこよすぎて惚れました。おお、阿部達さん寄っててそんなに打てなかったけどキャップが似合っててかっこよかったです。いつだいつだ、そういう場面しかねえ、高円寺にいる時酔っ払ってる時しかないけど。じゃあ次いきます。阿部達さん、さすがっす。人柄の良さがにじみ出てます。確かに。ブランコ漕ぐ速度ちょうどいいっす、さすがっすブランコ漕ぐ速度って何？あの多分この時の動画でブランコ漕いでるんですけど、あのウィーエの時かな。いや、まあ、どこでもいい、後半もそうだし。じゃあ今度この公園の場所、住所送ります。送ってどうするんですか？概要欄に貼っておいて。いやいやいや次いきます。最近ダーツを始めたものですが、動画楽しく見させていただいております。ありがとうございます。菊池さんも山口さんも人柄が良くて好きです。阿部達さんの試合を見させていただきましたが、特に浅田誠吾選手との試合は本当に感動しました。すごく気持ちがこもっていて、大事なところでクリケットを決める阿部達さんの姿はかなりかっこよかったです。自分は背が低く、阿部達さんのような小柄な選手が活躍するのは励みになります。2月はレーティング2で今4になりました。これからも動画よろしくお願いいたします。なんで僕が小さいって分かったんですか？確かに気づきようはないはずなんですけどね。まあそっか、聖吾さんと並んだらね。まあ、まあまあ、ちなみに負けた試合ですけどね。何回も言う、まあ、負けてないんですよ。負けてる本当は。まあ何よりも、まあ、背が低くて、まあ阿部達さんのような小柄の選手が活躍しているのは励みになりますっていうのは。そこ嬉しいね。そう、はい、僕もそうなんですよ。ちっちゃい頃こそ目立ってやろうと思って、やっぱあの当時は思ってました。いやでも阿部達さんが182なんで、じゃないない、179。嘘を嘘で訂正するんですか？嘘を嘘で訂正しますよこの人。そんなに大きく見られたいじゃん。165cm です。え、82です。82どうしたんだよどっちだよ、お笑い分かんない俺では次に行きます。最初のちょっと山口のところじゃカットして。何、最初の山口のところって。何ちゃんと俺が気になるわ。山口さん、フォーム変えましたか？リズミカルになっている。ああ、ありがとう。はい、まあ、フォームは僕一生変わってるからね。まあ、動画のために違うんだけどだから上手くなんねんだよって言われたわ師匠お前毎回違うんだよなっつって。阿部達さん素敵です。あ、べ、た、つ、すべてのひらがなのハーモニー最高です。帽子に合う、おしゃれです。ダーツ強いです。
でもやっぱり阿部達っていうあだ名が決め手です。阿部達ってそういえば誰が言い出したんだろう。俺語呂いいですよね、やっぱり阿部達。それから来てる。でも俺本当に阿部達って最近だと思うんだよね。それこそあの解説でかもしれない、 TV さんの。ああ、そうかもしれないですね。確かに九州いる時阿部達なんて言われたことなかったもん。え、なんて呼ばれたんですか。俺はドロセンです。あ、そうか。アンドロメダ先輩っていうカードネームで、ああ、で、あの地元の人が勝手にドロセンって呼び出して。基本的にダーツってそのプロになるまではそのカードネーム先行で名前がどんどん出てくる、うん、そう、あのすごいお世話になってるお店で、うん、ダーツの大会そのダブルスエントリーして、でそのお世話になってるお店先に呼ばれて、そこからエントリーの阿部戦誰々さん試合が入ってます、うん、そこのオーナーさん来て、ドロ戦阿部さんって誰か知ってるって言われたから、ね、いや僕っすってえ、そうなの、あんなにお世話になってるのに週3で行ってた店で言われたから、ね、では次に行きます。阿部達さんのグリップを真似してみて、僕に合っていたのをきっかけでフォームやスタンスも参考にさせていただいております。あら、大丈夫？大丈夫？本人がいやいや、僕はね、まああれだけど、なんか特殊な、まあまあでもグリップの真似で合っていたから、まあそれきっかけでいろいろ参考にさせて。確かに体の構造が似てる可能性があるもんね。で、お会いしたら身長180とかあったらめっちゃ怒りますから、ね、本当にそれは違うけど。ではお会いしたことはないのですが、この動画で見るたびに優しい仏のような人柄だなと感じてます。仏ではないですよ。誕生日は仏じゃなくて5月10日なんだけど、ゴッドね、神ね、うん、神、はい、神。何、プロフィールまで調べていただいてるの。調べたな。ちょっと嬉しいの。なんつってわらと。いや、いいね、その、はい、嫌いじゃないですよね。菊池山口阿部達さんの活躍をこれからも楽しみに頑張っていきますと。こちらこれ高いね。高いよ。あ、高いの。ちょっとカレーに迫ってる今。ダジャレも入れてきてるから、ね、まあまあまあ、そう、仏じゃなくて神かっこ5月10日ゴッドなんだけど、本当に今カレーに迫ってる。カレーに迫ってますか。カレーとちょっといい。カレーいいですね。いや、カレーはちょっとあれ良かったんだけど。カレーって何。いや、素朴ね。いや、わかる。カレーは原型ない。カレーでわかるだろう。原型ないじゃん、もうカレーは。次に行きます。阿部達さん最高です。おどす。菊池山口さんの動画楽しみにしてました。まあいいね、シンプル。シンプル。シンプル。最高です。最高です。最高。あれ？最も高いですから。ソフトバンクにそういう選手いなかったっけ？最高です。誰だっけ、あの。安倍さんじゃないですか、それこそ。安倍晋ソフトバンクじゃねえや。巨人だっけ？の安倍。野球詳しくねえのに足突っ込んじゃった。ごめんね。任すわ。最高ですって絶対言いますけどね。ヒーローインタビューとか。天竜じゃないですか。天竜は違う。今そんな。できねえものもね、やらせんの。いやいや、別にやれとは言ってねえ。じゃあ次行きます。はい。阿部達さんで僕の趣味のあいうえお作文作ります。おお。あ。あ。愛してる。愛してる方、うん、愛された。で、ベニーモタルトよりも、た、たこ焼きよりも、うん、つ、ツナマヨよりも、うん、あー、愛が深い。ベニーモタルト、たこ焼きには貸したけど、ツナマヨってすごいよね。そこツナマヨってすごい。いや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 、この前さ、その、うん、あの、マツコさんと有吉さんも言ってたんだけどさ、ツナマヨすごいじゃん。ツナマヨは梅干し、鮭、おかか、昆布の四天王にツナマヨ出てきて、今やもうトップだからね。え、マジでツナマヨ、全国でツナマヨのおにぎりが一番売れている。え、そうなの。ある今トップなの。あるコンビニの話ですけどね。あれ、なんかまるで昔コンビニで働いてたみたいな感じですね、うん、あのエリアのランキングとかも見れる発注するとき。なるほど。じゃあ次いきます。はあ、これ難しいの来たな。難しいの。あ、ついに悪口来た。阿部達さん、ブランコに君臨するその姿からにじみ出る包容力、そしてオーラ、人間とは思えないようなその覇気、すべては世界に秩序をもたらす。人間として、生き物として尊敬します。冗談抜きで同じダーツプレイヤーとして尊敬しています。いつか対戦できたらいいな。ワンピースのオープニング痛ー
ボケすぎボケすぎ。いや俺の言い方もあるからね。まあ、確かに菊池の言い方が悪かった。ちょっとなんかワンピースの菊池がボケすぎてた。今のです、ね、今の菊池くんのせいで探せーって言いそうでしょう、ね、言いそうだと思うね。もう寄せようかもっとそっちに。じゃあ次行きます。はいはい。アベタさん最高。おおかっこ棒って書いてます。いや棒かい。え、それだけしかも。いや、これだけです。もうまあ、棒でボケてるっていう。その、カッコ棒ってどういう意味なの？多分、最高の伸ばし棒の棒じゃないですかね。あー、伸ばし棒があってからの。あ、これ伸ばし棒って意味だよっていう。一関数字の1じゃないよってことね。そうです。あー、これ棒って読むんだよってこと。なるほどね。最高棒ってこと？最高棒ってこと？最高棒。最高棒。本当は。最高棒。アベタツさん、最高棒って読むんだよ。最高バスな坊主みたいなね。丸口じゃん。丸口じゃない。これ僕の感想だから。丸口じゃん。じゃあ次行きます。はい、教わる先生は一人の方がいいと友人から聞いたので菊池山下さんを勝手に先生にして初心者ながら練習しています。ありがとうございます。阿部達さん、ちょっとすいません、先ほどどうした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 、急に溺れた溺れた、クリが絶対嘘でしょ。阿部達さんの文と勢いよくダーツを投げるとこが好きです。あ、ブンとね、うん、赤髪もかっこいいんですが暗めのカラーの方がよりかっこいい。あ、それちょっとわかるわ、それ。あ、そうなの。いや、赤は赤でやっぱかっこいいんですよ。だからあれはまあもう一回言うけどかっこいいって自分で思ってないから、ね、なるほど。おしゃれとも思ってないし。ちなみに、ブンと勢いよく投げるダーツが好きだと。はい、あります。いいですね。何だ、いいですね。すごいいいですね。では次、お次で最後です。嬉しい嬉しい、もう終わり、もっと欲しかったな、もっと欲しかったな。全員不合格だな、それしかいや、書いてそれしかなかったらもういやいや、もう皆さん書いていただいた方です。いや、もう本当にありがとうございます。本当にそうですよ。要はどう、我々の動画見つけて、しかもそれ最後まで見ないとこのコーナーがあるって分かんないわけ。あ、そうか、そういうシステムなんですよ、これ。いや、僕プレゼント企画って最初とか、むしろなんかそれだけでサムネとかに入れ込むんですよ、どこか、うん、プレゼント企画で、あの、まあ、言い方悪いですけど、まあ、釣るとか、基本プレゼント企画の目的ってそんなわけじゃないですか。まあまあ、そうだね。僕らこれ、どこにも書いてないんですよね、サムネも。で、最後まで見たら急にプレゼント企画の話始めるっていう。あ、確かにチャンネル登録も任意だしな。そうです、任意。いや、だからもう任意っていう時点で、もういっかなと思って。そういうことじゃないからね、今回のは。そうそう。もちろん、視聴者の方に、感謝っていうのも込めてプレゼント企画する人もいますけど、基本的にそう、感謝して還元しようと思ったらサムネに書かないとダメじゃん、うんうん、そうですね。これは本当に最後まで見た人しか知らんっていう。そう、俺らが不親切なだけだけだと思う。では最後いきますよ。はい、阿部達ゆきさんは阿部達の愛称で多くのダーツプレイヤーに愛され続けている。プロダーツプレイヤーとしてダーツの実力は一人前である一方、髪の毛を赤く染めていたり、ダンディーにひげを生やしたりと、その輝く容姿でファンを魅了している。うん、他方、遊戯王ダーツの企画内においては、とても楽しそうにプレイしていて、またゲームに負けた時にはとても悔しがっていた。その姿は企画に真剣に取り組んでいた、その姿以外何者ではない。ブラックホールを使って攻め続けるその姿勢は視聴者の笑いを誘った。見てるね。ブラック見てるね。ブラックホール攻めたわけじゃないんだけど、何も考えてない。こっち的に勘弁してくれ。まだでも続く。まだあるの。実力、ルックス、面白さの3つの矢を兼ね揃えたプレイヤーは他の誰でもない阿部達之プロなのである。最高のダンスプレイヤーである。お参加とも DL お疲れ様でした。今回の動画楽しく見させていただきました。遊戯王ダーツ第2弾楽しみにしています。ありがとうございます。遊戯王褒めてもらうのちょっと嬉しいな。まあ、企画演出演者すべて阿部達さんですからね。以上すべてができましたが、いかがでしょうか。悩むねー、これ。これ悩みますね。悩むねー。まあ、なんかいろいろ散々点数言ったけども、うん、まあ、振り返ってみれば全部100点。どうしたどうした。同点。やっぱ1個これっていうのちょっと決めていただかないと。まあ決めるか。決めないとみんなカード欲しいもんね。俺は
これかな、やっぱ。はい、それでいきましょう。はい、バディエルお疲れ様でした。2人の試合のために朝からエクダなんていい人すぎる。アベタスさんイコール赤髪の印象だったけど、今も感じも落ち着いてて好き。パーフェクト毎回楽しみにしてますに決定です。ありがとうございます。なんかほっこりしたね。ほっこりする。まあまあ確かにほっこりしてる文章と、あとまあうーん、何よりも2人が思ったより真面目に考えててびっくりしました。当たり前やろ、時間割いてもらってるんやから、参加していていただいた皆様ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、なんか僕の道楽に付き合っていただいて。いやいや、僕らの道楽ですよ。なんかね、もうおじさん褒められると嬉しいから、ね、いやー嬉しい。いくつになってもなんか応援してもらえると嬉しい。まあいろいろ言いましたが、本当にあの感謝しておりますので。ありがとうございます。今回選ばれた方には、ちゃんと送ります。ちゃんと送りますんで、はい、こちらから連絡させていただきます。ちょっと手段はまた考えておきます。アベタスさんを褒めようの回でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。